それは、ソクルですね。だって、半導体は世界の産業の中枢を担うものなんですよね。ほら、中国もアメリカも、この半導体で、世界の、派遣を握ろうと、画策してるじゃないですか。国家プロジェクトが何だか知らないですけどもね。とにかく、かける金額がエグいんで、今後、この産業、伸びしろしかあれへんわ、って思っててね。 国産化に関してはいかがです日本はありえんでしょう。問題は山積みと国産化ね。確かに日本は半導体分野で遅れを取っていると。もう10年ですよ。世界から取り残されて政府は開発を急加速させるとその10年簡単に負け返せるもんちゃうぞ思うててね。また政治家主導でしょ西村さんが技術センター立ち上げるとか。 ラピダスで量産するとかなんか知らないですけどやつらが絡んでくるとマシでうまいこといかないんですよね会場もないや東京エレクトロンの元お偉いさんみたいなね人が出てきてやばいぞってね記者会見も老人会のタウンミーティング始まるのかな思うてね見てみましたでも700億円ですよ少ないでしょ補正予算は1兆3000億ですかねそれは半導体業界全体でですね その額でやつらめっちゃ口出してくると思いますよアメリカは7兆円ですよね TSMC なんてね台湾のたった一つの企業がですよ16兆ですよラピタスもねいずれは絶対天下り先になりますよ、うん、でゆくゆくは政治家の OB がね同門とかで派閥を作ってねガバナンスが取れなくなるんですよ サッカーと一緒ですわ。日本のサッカーは金儲けに走っとるんでね、スポンサーの意向がでかいんですよ。日本に優秀な監督来ないでしょそれは日本のサッカー連盟の力が強すぎてね、好きなように選手も選べないんですよ。はて、あいつを使った方が試合は負けるかもしれんけど、数字が取れるなとか、何よりもスポンサーの意向がまあ、でかいわけですよね。だからまあ、そんな感じで、ね、日本の場合は政府なり、 教会とかねトップがクソな場合は多いんでねだからまああまり期待することはないのかなっていうところじゃないですかね日本もねあの個々の力はめちゃくちゃ優秀なんですけどねサッカーもねそれは半導体産業もですよなんせトップがねうーん絶望的にクソなんですわラピタスについてはいてかがです5年後に2ナノ以下の量産を目指すってね とまあ思いましたね、まあ、それ以前に、えー、日本産業はそこまでの先端技術いらないんですよねスマホとかも今やほとんど作れてないでしょ AI の自動運転っていうのもせいぜい5ナノとかの技術なんですよね国防のための技術革新とかっていうのであればまあ2ナノ以下の生産ラインっていうのは必要なのかなっていうふうには思っておりますけどもね ラピタスのスのキームについていてかがですそうなんですよあのアメリカがね半導体の協力基本原則やから言うてね最先端のですよプロセス濃度を都合よくね日本に教えてくれるかなって思うんですよまあ信用できないっすわ日の丸半導体潰した国ですからねましてや出資会社にソフトバンク入ってるじゃないですかその中でプロセッサー作ってるのってアームですよね アメリカもチップス法で中国締め出してる言うてんのにソフトバンクが参加に入ってたら普通警戒されますよね。僕もサッカーでね日本代表やったような人間なんでね日本も半導体頑張ってほしいですよ。でもね LB だがあったでしょ今その工場ってどこの会社が持ってますかっていうことなんですよ。アメリカでしょマイクロンじゃないですか。あの頃は あの頃は LP でもねリーマンショックとか、まあ、円高とか震災に至だったりあとは民主党政権だったりとか、まあ、不運やったとうん思うんですよねそれがですよ今やアメリカ資本で世界的な企業に展望を遂げたわけですよこれ偶然やと思えなくてですねまあ僕も今回は生意気にもねラピダスさんを ディスりましたけど、まあ、とは言ってもね、まあ、アメリカが最強なんですよ。やっぱ世界の中心なんですよね、あの国が。ってなことを考えると、まあ、どうあがいてもね、どうあがいてもですよ、アメリカがね、最強なわけですよ、結局のところは、もう。まあ、それが真理なんでね、僕が、だから、 僕が速ルを選ぶ理由っていうのが分かってもらえたかなと思いますけどもね。